はい、西多摩新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2023年、今日は、5月の、22日ですね、はい。今来ているところはですね、東京都福生市の、横田基地のですね、すぐ横、横田基地のサイドストリートに今来ております、はい。昨日一昨日ですね、横田基地の、有効祭がございました、はい。ものすごいですね、人でした。有効祭に、ね、来る、人がね、すごかったです。もうね、この道路なんかね、本当に、ものすごい人でしたよ、うん。もうコンサート会場みたいに、コンサート会場みたいにね、ものすごい、ね、人の列でしたよ。もう本当にね、ぎゅうぎゅうの、ね、人がですね、もう拝島の駅からですね、第5ゲート、横田基地のですね、第5ゲートもずっとね、人だかりでございましたけども、連なっておりましたけども、私ね、ちょっとびっくりしたことは、昨日ね、横田基地の、昨日ですね、横田基地の有効祭があったんですけども、このほど、あまりね、ゴミが落ちてないんですよ、うん。多少ね、一部落ちてるところもあるんですけども、あの辺ね、ちょっと一部落ちてるところもあるんですけれどもね、あの辺ですね、一部ゴミも落ちてるところあるんですけども、青梅大祭と比べますと、あまりね、ゴミ落ちてないんですよ。これびっくりいたしました、はい、うん。もう青梅大祭のね、100倍ぐらい人が来ておりましたけれども、横田基地の有効祭ですね、100倍ぐらい人が来ておりましたけれども、あまりね、ゴミ落ちてないんですよ。これね、いやーすごいなと思いましたね、うん。遠方からですね、たくさんの人が来ていった、この有効祭なんですけども、あまりゴミが落ちておりません、やはりですね、違うんでしょうね、主催者が違うんでしょう、うん。だからこのようにね、街もね、きれいに保てているんだと私は思っております、はい。青梅大祭のですね、主催者も、見習わなければいけませんね、はい。またですね、新しい情報等が、ありましたらですね、随時動画にてアップしたいと思います。現場からは以上でございます。西多摩新選組のチャンネルでございました。